ミオが無事に帰ってきたよ。あの後よく一人で帰れたね。あれ、なんかまたマークついとるやん。え、なに？またいなくなったの？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、今ね、ちょっとグレンの湿地にちょっと待って、もう毎回操作方法忘れるね。今ちょうどグレンの湿地におるけん、ちょっとこの辺りのね、サブクエをやっていこうかと思ったんやけど、確かね、なんかあったよね。これか、迷子の警備隊湿地へ。あやふみからグレンの湿地で行方知れずとなった妹のミオを探してほしいと頼まれた。ガチグマライドの青色の反応を手掛かりに、グレンの湿地で警備隊のミオを探す。ふんふん。え、これクリアしてないやつよね。うん、よね。一人やつはこうやってなっとるよね、薄く。ガチグマライドの青色の反応。よし。ガチグマ、ガチグマ。これか？の、青色の反応を手がかりに。みじんも青色にならんのやけど。なんかすごい、黄色しかないんだが。あ、なんか早くなった、早くなった。なんか今ちょっと、緑っぽい感じに変わったね。お？色がなくなった。まだ緑やね。どのあたりかとかもわからんけんさ。なんかあれかな。あの、マークをつけることはできるんだろうか。いや、マークないな。さすがにマークではわからんか。黄色、オレンジ、緑。いや、違うんすよね。ここになんかあるっぽい。これは宝やけど。泥団子。え、違うんすよ。泥団子とかじゃなくて、人を探したいんだけど、青色のマーク。人探しは青色のマークなん？なんかちょっとこのさ、その色とかが、よくわからないんだが、今のところ黄色系。のし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 進んでいくね。どの辺まで？範囲がね、いまいちわからんねよね。グレンの湿地とは書いとったけど、急激に速くなったぞ。目的地が近いということか。この辺に宝ありそうじゃない？え、また宝やけど。え、どこですか？うぃー、なんか誰かに攻撃された。この辺に宝が。持ちきれないだと？おい。痛い。なんか毒に、毒に侵されたんだが、これ体力なくなっていきようやない。いやー待って、超怖いんですけど。え、これこのまんま行ったら私の体力なくなります？毒消しとか持ってなかったよね。全然持ってね。全く持ってね。あれ、もう毒消えた感じ？ね、青色とか全然ないんですけど、この緑の方向行きよったら青になったりとかする？全然関係ないかな。なんかちょっと弱くなってきたかな、光が。どこなんだ。え、てかね、グレンの湿地っていうのはここ一帯のことか。めちゃくちゃ広くね。あ、青い光。青い光、ね、青い光出たよ。え、なに、どこ。え、沼の中。違うよね。沼の中はさすがに違うよね。え、どこ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 。え、こっち、どこですか？え、なんか近いっぽいけど。え？
え、どこだよ。初めて青い光出たよ。え、どこから渡っていけばいいんやろ。あ、あそこ？あの橋渡っていけばいいかな。ね、やっと、やっと足取りがつかめそうな。ほらほらほら、こっちこっちこっち。青い光を頼りに。え、どのあたりですか？めっちゃ嬉しいんだが、今私。あ、近いよ。お、あっちこっちどっち。いたー！あなたですね。ふ、やっと見つけたよ。人だ、会いたかった。周り、ポケモンがうじうじしてるよ。キャンプへ戻る途中、ポケモンに襲われ、逃げたら迷っちゃって。あの、帰り道はどっちですか？私も今自分がどこにいるんだかよくわからないんだが。なるほど、あっちですね。大丈夫、帰れてる？え、違うんじゃね？間違えました、こっちですね。ね、送ってった方がいいんじゃない？大丈夫？銀河団本部に戻って、あやふみに報告しよう。あの調子やったらさ、私の視界から消えた後、普通に迷子になったんじゃない？大丈夫？え、大丈夫なんすか？この辺のポケモンはもうゲットしてるポケモンかな？多分ゲットしとるよね。おそらく。やめてよ、そんな。こっちは君たちと戦いたくないのよ、別に。じゃあまあ、銀河団本部に。ん？なんかびっくりマークついとる。何これ、落とし物通信。金吉の落とし物。モンスターボールなどの20種類の道具が入っているようだ。発見して金吉の元へ送られた。あ、俺？なるほど。金吉の落とし物を届けてくれてありがとう。あゆのはフレンドリーポイントを100点に入れた。ね、フレンドリーポイントって何？何かに使えるんかな？ふぃー。ふ、怖っ。フレンドリーポイントやけんさ、フレンドリーショップとか、フレンドリーショップとかある？いや、今までのポケモンにはあったんだけど、この大昔にあります？ちょっと待って、とりあえずベースに戻りたい。湿地ベース、はい。で、銀河団本部に、ポケモンを一匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。はい。もんじゃら、もんじゃら。モンジャラ一匹捕まえただけで534円ももらえるん。めっちゃいいやん。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。モンジャラ研究レベル2。すでに2なん。オッケー。これからどうするのですか？とりあえず、本部に行きたいんで。では、ことぶき村に戻りましょう。大丈夫です。警備隊も一緒ですよ。ムーマも捕まえたいんやけどさ、ムーマは一体どこに現れるの？今まで多分ゴーストバーおったけど、ゲンガーもおったっけ？ムーマってまだ現れたことないよね。散髪屋さんの依頼でさ、君だっけ？あ、あやふみおった。ミオが無事に帰ってきたよ。あの後よく一人で帰れたね。あの状態で。あ、ほんで後ろにおったわ。君に頼んでよかった。噂にたごわぬすごいやつだ。警備隊の新人なんだよ、ミオは。落ち着きのない性格も相まって心配で。よかったらこれからも目をかけてやってくれないか？警備隊で落ち着きないってめちゃくちゃ不安要素しかないんだが。兄さん、恥ずかしいからやめてよ。今回はたまたまだって。そう言ってお前は昔から目を離すすぐ。仲いいね。いいお兄さんじゃないか。アイナさん、私からもお礼させてください。探しに来てくれてありがとう。サブ任務38、迷子の警備隊湿地へ達成。持ちきれない星の砂は3個道具箱に送られた。とりあえずこれで解決。この下何？え、地下とかあったっけ？え、地下あるの？ここ、待って待って、あ、地下あるな。え、今まで地下行ったことあったっけ？え、あった？記憶にはない。どうした？懐かしくも独特の香り。故郷のハーブは翡翠にもあるかしら。あなた調査隊よね。
青い鶴状のハーブを見たことない？ポケモンにくっついてるそうなの。ポケモンにくっついてる？青い鶴状の？モンジャラのことかい？青い鶴状のハーブをつけたポケモン、捕まえたら私に見せてね。サブ任務37、懐かしきハーブの香り。モンジャラのことかな？違うかな？青い鶴状のハーブを見つけたポケ、ん？ハーブをつけたポケモン見つかったかしら？これかい？どう？青い鶴がもじゃもじゃ。でも懐かしい香り。故郷のハーブだわ。モンジャラの周りの鶴ってハーブやったんや。初めて知った。想像以上にハーブ。いえ、鶴まみれね。それに鶴が動いているような。この子の全貌が気になるわ。よく見ると、不気味よね、モンジャラって。なんとも思ったことなかったけど。見つけてくれてありがとね。よかった。ちょうど捕まえてきとったね。サブ任務37、懐かしきハーブの香り達成。よかった、よかった。すぐにクリアできて。ハーブとして鶴はちょっとだけ分けてもらうね。何それ？大丈夫なの？痛くない？神経とか通ってないんかな？プチってちぎれる感じ。そうか。この子と暮らせたら毎日香りを楽しめるのね。持ちきれない目隠し玉は5個道具箱に送られた。え？何の影？これ。え、これ何の影？怖いんやけど。ホラーやん。ここに存在しない人の影があるんですが。いや、不気味すぎる。めちゃくちゃ不気味すぎる。これは上か。もうなんか何が何だかだな。なんか今一瞬消えた気がしたけど。めちゃくちゃ不気味。一体誰の鍵なんだ。多分一個は黒板よね。もう一個は？あ、これはあれか。あの四つ星にしろってやつやろ。ってことは別に新しく発生するサブ任務とかいうわけではないんやね。これはあれよね。未来のジョイさんってことよね。めっちゃ可愛いんですけど。超可愛いんですけど。え、どういう髪型？これは何？髪の毛ほどけてるの？なんか片方だけさ、そのままで、もう片方はなんか、輪っかになっとんやけど。独特な髪型だね。めっちゃ独特な髪型だね。あとは別にない？うん、なさげやね。出ます。なんかさ、かなり初期に受けたサブクエで、こけしを作るみたいなあったんやけどさ、あれってさ、何のアイテムが必要なんやろ？あれ？ちょっと待って。こけしってこれ？木材が3つ。あっという間に手に入りそうやん。取りに行こう。木材3つ。ちょっとね、いい加減にクリアしろよってきっと思っとるけん、この人。んで、あの40、ちょっと待って。まだなんか受けれそうなものがある。ここからはいけんか。ちょっと村の中でもライドポケモン使えるようにしてくれんかな。あ、違う。登場させれるんやね。かわいい。なんか、いいね。おっと、こんなところに。こんなところにもあるん。マジで？私、フィールド上にしかないんかと思ったよ。よし、このエリアに散らばっているともしびの数は残り4個。え、ってことはさ、村の中にあと4個あるってこと？マジで？こんなところにもあるんかい。知らんかった。あ、どうも。あ、これはあれか、ポケモン入れ替えるやつ？違う？おう、調査隊、ちょうどいいところに来てくれた。畑を広げたいのだが、でかい岩が邪魔でどうにもできねえ。岩砕きを覚えたポケモンがいたら貸してくれないか。サブ任務60、岩をも砕く相棒を。これは？前のとはまた別のやつってことか。あ、それやね。別やね。あそこに玉ざらしおるし、そこに石つぶておるし。岩砕きを覚えたポケモン？待って、岩砕き。めっちゃ笑顔で見られるんやけど。違う違う違う。岩砕き。どれで見たらいいんだ？わからん。どれで見ればいいんですか？
あ、とりあえずあれか、自分が持っとるポケモン。あ、ここでいいんか。自分が今持っとるポケモンで、岩砕き。今持っとる子たちにはおらんかな。おらんね。岩砕きってあれか、覚えさせんといかんやつかな。ん？あそこにも。ともし火が。待って。あれか、ここ最近私夜に帰ってきてなかったっけ。なんかめちゃくちゃ目立つ感じであるやんね。入れんかった。え、あの隙間は入れないんすか？別にそこまで太ってないと思うんだけども。どこだ？こっから行ける？あったあった。これであと3つやね。微妙に音がする。このエリアに散らばっている灯火の数は残り3個。よし。岩砕きか、多分覚えさせんといかん系やと思うけん、とりあえず木材拾ってこよ。3つ。木材ってその辺にいっぱいあったっけ。今まで何回もゲットしてると思うんやけど、てか道具箱ってどこ道具箱ってどこ。多分今ゲットしてもさ、ゲットしても多分道具箱に送られると思うよね。ね、私の家どこ？自分家って、パッとわかる感じにしていただけないかしら。ね、私の家がわからないんですが、あっちの住宅街かな？もしかしてなんか、目印あったりとかする？ないよね。この辺かな？ああ、誰かおる。ってことは人の家だ。地図で見たらわかる？違う。自分の家はどれ？新しい依頼？なんか依頼あるの？どこに？なくね？君じゃないよね。あ、これはもうすでに受けてるやつ。タミさんから聞いてって言われたけど、そのタミさんがどこかがわからないんだが。これかな？違う？なんか一個だけさ、あの札の色が一個だけじゃなかったな。ここもやな。私の家はどこですか？一個ずつ入ってったらわかるか。おばあちゃんが作業中やった。マジで私の家はどこなんだ。辛い、わからん。うわ、めちゃくちゃいっぱい人おった。お、なんか依頼？これのことかな、さっき示されとったやつ。調査隊、いいところに来てくれた。EV と仲良くなるために助力してくれんか。何？孫のミオが連れてきた EV との距離を縮めたいのじゃ。かわいいね、EV。わしは考えたんだ。人もポケモンも胃袋をつかめば一発。おやつを作ろうとな。ふんふんふん。ふるさとのおやつを作ろうと考えたが、水では入手できないものもあるので、代用になりそうな材料を見繋った。生き生き稲穂を3個、ポフの実2個、ズリの実1個を頼んだぞ。あ、見繕ったって用意したわけじゃないのね。サブニーム48、故郷の味。全く持ってねえな。ポフの実って何？今までゲットしたことあった？そんなもの。ね、私、自分の家の道具箱を見たいんだけど。ねえ、私の家は？違う、そんなスタンプを勝手につけないでくれ。これ何？芋づるって、違う。宿舎ここにある。どこそれ？
ん、これこれやん、こんなとこにあったっけ家って。え、待って、マジでこんなところにありました、これよね、道具箱って。はぁ、やっと。はい、こけし。え、私あっちの一般のお家の並びになかった？こんな、こんな商店の真ん前みたいなとこにありましたっけ？しかもちゃんとマークついとったし、地図に。はい、持ってきたよ、こけし。ん？むむむ。その独特のフォルムはまさしくポケモンこけし。ちょっと見せてください。お、実に滑らかな曲線。木材の削り出し方は愛を感じる丁寧な仕上げですね。くわー、彩色はかなり大胆。しかしこの力強さはうちに秘めるあなたの個性が出ているんでしょうね。ほほう、絶妙なバランス感。ちょっと不安定かなと思わせて、その実意外なほどに倒れない。めっちゃ見てくれるね。ふう、あなたのポケモンこけしじっくりと堪能させていただきました。同じレシピで作ったはずなのに、私のポケモンこけしとは味わいが全く違います。まあ、手作りやったら一人一人変わってくるやろうね。お礼として私が丹精込めて作ったポケモンこけしをお渡ししますので、ぜひ見比べてみてくださいね。いらねえけど。同じもの。サブ任務18、こけしを作ってくださいな、達成。え、要はあれよね、もう未来の身代わり人形的な感じやろ、このポケモンこけし。え、違うんかな。どこや、アイテムは。あれ、あ、びっくりした、ないんかと思った。雑貨屋で売れる。え、売る以外の用途はないんすか。え、使えんってこと別に。使えろや、そこ。身とかはなんかある？くっさ、ポフの身とかあると思ったのにないわ。全く持ってなかったわ。んーで、ちょいと、落とし物のお礼を受け取っておきましょうか。はい。フレンドリーポイント90ポイント。元気のかけら。お、いいね。フレンドリーポイント97と、スーパーボール。めっちゃいいやん。やったね、いただいたよ。間違えたんだけど、なんか、もわーんってなっとる、もわーんって。ここで使う意味は何もなかったけれど。あ、消えた。消滅、ちょっと消える瞬間見たかったな。私には全く見えなかったんだが、なんか気づいたらなくなっとった。そうよ、あとはさ、タオファさんというのは一体どこにいらっしゃるのかしら。え、この村におる？違うんかな。もう一回話聞かせてよ。バリバリも3つほど手土産にタオファさんと話をつけてきてくれ。いや、何もいらん。ね、タオファさんはどこ？あれ、なんかまたマークついとるやん。え、何？またいなくなったの？君、探したよ。妹のミオが群青の海岸行ったまま帰ってこないんだ。この人はあれか？全エリアに、そのクエストを出す気か。警備隊に頼んで探してもらってるけど見つからなくて心配で、ミオを探しに行ってもらえないか？手がかりにはミオ愛用の手ぬぐいを使ってくれ。群青の海岸に行ったはずのミオを見つけてくれ。サブ任務58、迷子の警備隊海岸へ。どんだけ迷子になるんだよ。警備隊、向いてなさすぎるのでは。ん、また地下に、マークが。あれかな、タオファさんかな。違うかな。ここか？あ、この人かな。うん、なんかすごい厳しそうな顔してる。お、峠クイーンを沈めた調査隊が、何のようだ？持ってきました、バリバリも。何？大祭の小僧が。一度ならず二度までも客を通して交渉するなど、ふぬけたやつだ。ただでさえバリバリもが手に入らなくて頭に来てるというのに。バリバリも、同じ村で売ってますけど。
お主バリバリも持っているのか。3つでいいから分けてくれんか。はい、どうぞどうぞ。アユナはバリバリモンを3個渡した。群青の海岸といえばバリバリモン、よく浜に打ち上がっとる海藻でな。海藻なんや。なるほどね、浜辺にあるんですね。ポケモンを追い払う道具バリバリ玉の材料で有名じゃ。お前さんの顔に免じて大祭に新商品を下ろしておこう。お、じゃあこれで報告に。喜ぶね大祭さん。よかったよかった。まあ、でもああいう厳しそうな感じのおじいちゃんやけんね、直接会いたくないっていうのもわかるけど。はい、新商品おろしてくれるってよ。お客さんのおかげで製造体から新しい品が入ったよ。いや、あそこからここに来るまでの間でめっちゃ早いやん仕事。お客さんに迷惑をかけているし、そろそろ和解したいんだけど。何はともあれいい品が入った。ぜひ買っていってくれ。サブ任務43、また新商品を仕入れたい達成。あ、これで雑貨屋の商品が増えたやね。タオファ3目。ん、てかまた依頼？お客さん待っていたよ。今回も頼むよ。どこまで増えるんやろうね。そうそう、タオファさんが新商品をおろさんって首を横に振るんだ。いつどこでどう話したんだよ。今クエストクリアしたばっかなんだけど。毎度どうして僕では断られるか不思議に思うだろう。まあそれなりの理由があってね。ゴリゴリミネラルを3つ手土産にタオファさんと話をつけてきてくれ。ゴリゴリミネラルとは。サブ任務61、さらに新商品を仕入れたい。ゴリゴリミネラル、塩っぽい感じ。最初ミネラルウォーターみたいな水を想像したけど違うんやね。さすがにここにはなかったかな。材料ないね。ゴリゴリミネラル、くそ。ゴリゴリミネラル、それも海岸とかかな。でも今まで見たことないんやけど。目玉商品あります？一応紹介、掘り出し物ショップでは珍しい道具を買うことができます。どうも、目玉商品入荷してますけど、今回の商品はこちら。どうです？気になるものはありますか？ないかな。買わないのですか？人気で売り切れたらごめんね。いや、大丈夫、大丈夫、全然。お気になさらず。違う、違う。まあ、とりあえず、今回は、ちょいちょいサブ任務をクリアして、あと結構ね、あれなんよね。図鑑系が多いんよね。図鑑を埋めろ、みたいな。完成させてくださいってやつ。と、このブイゼルはね、大きいブイゼルというのがどこに？ブイゼルは持っとんやけど、なかなか大きいのがね、おらんのっすよ。火の玉、あとどれぐらいなんやろ？あと何個かは書いてくれてないのか。ともし火。全部で107個あるん。やばいね。多分全然見つかってないと思う。ま、今回はこんなものかな。オクタンとかまだ、出てきてもないよね。多分。2枚の尾びれを持つポケモン。誰なんだ。わからねえ。ま、今度は、とりあえず群青の海岸でミオさんを探して、ゴリゴリミネラルもないかちょっと見とこうか。ね。なんか海の近くとかにありそうやん。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、まあ、ずっと放置しとった、初期から受け取ったサブクエ、こけしはクリアできてよかった。もっとね、最初の方にクリアしとけばよかったね。めちゃくちゃ簡単にクリアできるやつやったし。